1976年の近鉄バファローズでは、1976年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸雄監督の3年目のシーズンである。柳田豊、島本公平などの遺跡組や鈴木刑事、神戸敏夫などの既存戦力組の活躍でチームは、前年後期優勝を果たし、この年も A クラス入りが予想されたが、 前年同様、阪急の開幕ダッシュを許し、遺跡組の柳田やこの年日本ハムから遺跡の坂本都志が活躍するものの前期は、借金8の5位で終了。後期は、借金を1にとどめ4位に浮上するが、優勝の阪急や2位の南海の背中は遠く、西本監督が就任した1974年、以来2年ぶりの B クラスでシーズンを終えた。投手陣では、 前年後期優勝の原動力となった鈴木、神戸、柳田をはじめ、大田浩二や井本隆などもそれなりの成績を収め、チーム防御率3.04はリーグ3位と検討。打撃陣でも、不動の4番、クラレンス・ジョーンズや伊勢隆を、羽田光一なども奮闘し、ジョーンズは36本塁打で2度目の本塁打王となった。 しかし前期の借金を返済できず B クラスに沈み、球団創設以来の初優勝はお預けとなった。阪急が全校期間全優勝したため、プレイオフは行わずそのまま年間優勝。ありがとうございます。